さんの一番のクリスマスの思い出は、幼稚園の時のクリスマスイブでサンタクロースさんが来てお菓子をいっぱいくれたことだそうです。それが今でも強く印象に残ってるそうです。今週9位に初登場、橘美沙さん、さよならを言わせないで。